1時31分頃ですけれども、広島県の北部で、最大震度4の地震がありました。1時31分頃ですけれども、最大震度4の地震が発生をしました。この地震による津波の心配はありません。震源は島根県の東部、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2、そして最大震度4を広島県の庄原市で、観測をしております。赤い×印が、今回の地震の、震源になるんですけれども、こちらのエリアでは今月に入ってから、広島県の北部中心に地震が起きております。8月の2日にはマグニチュード 4.4 の地震がありまして、最大震度で4を観測する地震がありました。その後はですね、地震活動を比較的今低調に穏やかに住んでいたんですけれども、今日また先ほどですね、最大震度4の地震が発生をしました。広島県の北部から島根県の東部にかけては、今月に入って地震が起きていました。8月の2日には最大震度4の地震があったんですけれども、その後活動低調になっていた中、先ほど1時31分に再び最大震度4の地震が発生をしました。内陸部の方地震ですので、この地震による津波の心配はありません。先ほど1時31分頃ですけれども最大震度4の地震が発生をしました。現在夜になっておりまして、暗い中慌てて行動しますと、体などぶつけてですね、怪我をした事例ですとか、落ちてきたものがこう床で割れてそれを踏んで、怪我をする、そういった事例もありますので、どうか落ち着いて行動をするようにしてください。